人は平和を望む。しかしその一方で争いを望んでも望む。争いだけを摘み取ることは人でなくなるということに他ならない。負けるわけにはいかねえってばよ。偶然にしろ必然にしろ、今は俺に分があるのさ。殻を壊滅させねえ限り、今平和に暮らすみんなの未来はねえ。時のビーチの速さを誇っていたお前がこのざまだ。それは見当違いというものだ。お前がそう思うのも無理はないが、あいつ船虫の息子だって。薬の効果なのか何なのか。ガキどもにやらせ、やはりお前は姑息なやつだ。